基本的に与える人はお金持ちにはなるんだけれども、うん、貧乏人にもなるっていうのがあって、じゃあそのお金持ちのギバーと、貧乏人のギバーって何が違うかっていうと、うんうん、手当たり次第与えてしまってるっていう結局定価に搾取されるっていうことですね。お金持ちギバーの人は身の回りに定価を置かないっていう、でも動物的な勘、まあさ勘ってやっぱりこれまでの経験値だと思うんですけど、うんうん、そういう人からちゃんと距離を置くようにしてる、うんうん、与えたら帰ってくるって経験ってあんまりできないじゃないですか。西野さんのその辺の原体験というか、自分でそれを感じられた経験ってなんかどの辺からなんですか？初めてクラウドファンディングやった時に、はい、あ、どうやらお金の流れってこうやった方がスムーズに流れるんだなっていうのは、最初にすぐこう与えたらすぐにその場で回収するんじゃなくて、ちゃんと回して絡める人を増やしたい方が結局返ってくるのがでっかくなるなっていうのはありましたね。体験するしかないですよね。だから僕、うちの新入社員の子にまずやらせたのは、はい、オフラインで、はい、とにかく全国回れって、何をするに回れっていうか、スナック回って、はい、あのコビへつらってこいって言うで、困ってる人がいたら、はい、相談乗ってあげて助けてあげてって言って、はい、バカンと思うかもしれないけど、はいはい、一回やってみたら、なるほどなるほど、その人一生応援してくれるから、なるほどなるほど、そうすると最終的にお前の取り分でかくなるから、うん、まずそれやれっていう、なるほど、